葬儀場の夜間業務。昨日までの日常が今は遠い昔のことのようだ。今この震える足をどうにかして止めたいだけだ。俺は大学生で夏休みに入ったばかり。アルバイトを探していて、地元の葬儀場で夜間の見回り係をすることになった。夜間の見回りって聞くと、なんだか不気味だけど、実際はただ静かに過ごすだけ、そう思っていた。初日の夜、俺は葬儀場の事務所で監視カメラを見ていた。夜の葬儀場は、想像以上に静かで、時々風が吹く音だけが響く。そんな静けさの中、監視カメラの一つが俺の好奇心をくすぐった。それは、葬儀場の最も奥にある、普段は使われない古い式場のカメラだった。カメラの映像に、何か動く影が見えた。でも、よく見るとただのカーテンが風で揺れているだけだった。笑ったものの、心のどこかで不安が渦巻いている。夜の静けさが、次第に重苦しく感じられ始めた。その夜、なんだか不審な音が聞こえた。まるで、誰かが式場の中を歩いているような。でも、誰がこんな時間に、俺は恐る恐るその式場へと向かった。ドアを開ける手が震えた。中は思ったよりも暗く、何も見えない。懐中電灯をつけると、その光が奥の壁に映し出された。何もない、はずなのに。その瞬間、背後からかすかなつぶやきが聞こえた。振り返る勇気が出ない。怖くて、怖くて。でも、その声は次第に大きくなり、言葉が聞き取れるようになった。返して、と。恐怖のあまり、俺はその場から逃げ出した。事務所に戻って、何が起こったのかを理解しようとしたけど、頭は混乱しているだけだった。その夜、俺は一睡もできず、朝を迎えた。翌日、勇気を出してその声の正体を探ろうと決意した。しかし、昨夜の恐怖が再び襲いかかる。事務所に戻ると、葬儀場のオーナーが待っていた。彼は昨夜の出来事を聞いて、深刻な表情でこう言った。昔な、悲しい出来事があった場所なんだ。その声は、もしかしたら、俺はその日を境に、夜間の見回りをやめた。でも、今でも時々、耳元でささやく声が聞こえるような気がする。葬儀場の夜は長く、重く、終わりのないものに思える。それからというもの、俺の心には、説明できない不安がつきまとう。夜な夜な耳元でささやかれるその声は、終わりなき恐怖の始まりなのかもしれない。ソーラ。夏の始まり、僕と友達数人は山の奥深くにある古い寺を訪れることにした。その寺は、地元ではあまり知られていない、ぎっそりとした場所にある。僕たちの目的は、単純に日常から離れて、少し冒険してみることだった。寺に着いた時、周囲は静寂に包まれていて、ただ風が木々を揺らす音だけが聞こえていた。ここ、
なんかいい感じじゃない？友達の一人が言った。寺の周りを探索していると、偶然、年老いた僧侶に出会った。彼は僕たちを温かく迎えてくれ、寺の歴史について話してくれた。しかし、彼の話は次第に不気味なものに変わっていった。かつてこの地で起きた忘れ去られた悲劇、そして寺を守るために彼が負っているという、ある役割、について語り始めた。夜になり、僕たちは寺の近くでキャンプをすることにした。夜風が涼しく、空には星がきらめいていた。しかし、寝ようとした時、遠くから奇妙な音が聞こえてきた。木々がざわめく中、何かが囁いているようだった。僕たちは気のせいかと思ったが、その音は徐々にはっきりとしてきた。帰れ、帰れ、という声だった。恐怖で僕たちはテントの中に閉じこもった。外の音に耳を澄ますと、今度は足音が聞こえてきた。ゆっくりと、しかし確実に僕たちのテントに近づいてくる。僕は勇気を出して外に出たが、誰もいない。ただ、寺の方向には薄ら笑いを浮かべたソウルの姿が見えた。彼は何かを警告しているようだったが、その時は理解できなかった。翌朝、ソウルはどこにもいなかった。僕たちは彼に会いに寺に行ったが、寺は長い間放置されているようで、入り口には鎖がかかっていた。地元の人に尋ねると、その寺にはもう何年も前から僧侶はおらず、かつてここで起きた悲劇の後、誰も寄りつかなくなったという。僕たちは何を見たのか、何を聞いたのか。それは本当に僧侶だったのか。彼が言っていた、役割、とは何だったのか。心に残るその不安と疑問は、僕たちが帰路に着いた後も消えることはなかった。そして、あの夜のことは今でも、僕たちの間で語り継がれている。それはただの冒険ではなく、忘れられた歴史と、それを守ろうとする存在に出会った物語だったのかもしれない。廊下。あれは、俺がまだ新人だった頃の話。深夜勤務の仕事をしていて、毎晩、人がほとんどいないビルで一人で仕事をしていた。そのビルは古く、夜になると特に静まり返り、時々奇妙な音が響くことがあった。だけど、俺はそれらを仕事の疲れから来る幻聴だと思っていた。まさか、本当にそんなことが起こるなんて、想像もしていなかったんだ。ある夜、いつものように深夜のシフトが終わり、俺がオフィスを出ようとした。廊下を歩いていると、遠くの端に人影が見えた。誰かが座っているように見えたが、こんな時間に誰が？疲れから来る錯覚かと思い、目をこすって再び見たとき、その人影はまだそこにあった。その男は、ただじっと座って、こちらを見ているようだった。気味が悪くなりながらも、何かあったのかと思い、声をかけようと近づいた。しかし、近づくにつれ、その人影は不自然にぼやけていくようだった。そして、目の前に着くと、突如として消えた。そこには誰もいなかった。
ただの空間と静かに時を刻む廊下だけがある。その瞬間、背筋に冷たいものが走った。怖くて、その場から逃げるようにオフィスを出た。後日、そのビルの警備員と話す機会があり、その時の話をしたんだ。すると、警備員は青ざめ、俺にこんな話をしてくれた。ああ、それは、以前、あの廊下で。数年前、そのビルで働いていた男性が、ある夜、突然亡くなったという。その場所は、俺が人影を見た廊下の端だった。その男性は、残業が多く、よく深夜まで働いていたそうだ。そして、亡くなった日も、いつものように廊下で一息ついていたところ、心臓発作で亡くなったという。それ以来、時々その男性の姿を見たという話が、ビルの中で囁かれていた。だが、俺がそれを見るまで、ただの都市伝説だと思っていた。その日以来、俺は深夜の廊下を歩くことが怖くなった。ただでさえ静まり返ったビルが、さらに不気味に感じられるようになった。それからというもの、俺はできるだけ早く仕事を終えて、誰かと一緒に帰るようにしている。でも、時々考えるんだ。あの男性は、何を伝えたかったのか。それとも、ただ、いつものように仕事を終えて、一息ついていただけなのか。真実はもう誰にもわからない。しかし、あの廊下で座る男の姿は、今も俺の心の中に深く残っている。だるまの目。これは俺が子供の頃、祖父母の家で過ごした夏の出来事。その家破産館の古い集落にあり、家の中には古いだるまがいくつか飾られていた。祖父が言うには、だるまは家を守るお守りで、特に大きなだるまは代々受け継がれてきたものらしい。ある日、退屈しのぎにだるまをじっと見ていた。祖父が昔から言っていた話を思い出した。だるまに雨を入れる儀式があってな、一つの目は願いをかけるときに、もう一つはその願いが叶ったときに入れるんだよ、と。俺は子供心に、試しにだるまの片方の目を黒く塗りつぶしてみた。願い事は、夏休みがもっと長くなること。それからというもの、だるまの表情がどこか不機嫌そうに見えるようになった。気のせいかと思いつつも、なんとなく気味が悪くなり、そのだるまを見るのを避けるようになった。数日後の夜、俺は奇妙な夢を見た。だるまが生きて動き出し、俺をじっと見つめる夢だ。その目は、俺が塗りつぶしたはずの黒い目だけが異様に光り輝いていた。夢の中でだるまはゆっくりと口を開き、目を返せ、と言った。その声は冷たく、遠くから聞こえるようだった。目が覚めた時、俺は汗だくで、部屋の中が異様に寒く感じた。心臓が激しく打っていて、恐怖で動けなかった。やっとの思いで起き上がり、だるまが置かれている場所を見ると、何も変わっていない。ただ、だるまの黒い目だけが、なぜか一層暗く、深く見えた。翌日、祖父に夢のことを話した。
祖父は少し困ったような顔をして、ダルマは古来から強い力を持っていると言われている。無礼なことをしてはいけない、と叱られた。そして、俺を連れてダルマの前に行き、丁寧に謝罪するよう促された。その日以来、変わったことは起こらなかったが、ダルマの目が時々夢に現れることがあった。それはいつも、何か大切なことを忘れてはいけないと言わんばかりに、俺を見つめているようだった。ダルマに対する恐れとともに、その教えを胸に秘めて育った。願いを込めることの重さと、それに対する責任。今でも、その夏の経験は俺の心に深く刻まれている。そして、ダルマの目は、俺が大人になった今でも、時々、何かを教えてくれるような気がするんだ。最後の部活動。これは、高校の頃、文化祭の準備で忙しかったある日の話。俺たちのクラブは、学校の一番古い棟にある部室を使っていた。その部室は、昔からあるいくつかの噂が囁かれている場所だった。でも、俺たちはそんなことより、文化祭を成功させることの方が大事だった。その日も、夜遅くまで部室で作業をしていた。メンバーは一人また一人と帰っていき、最後には俺一人が残った。深夜になると、いつもよりも静かで、部室の古い木材がきしむ音だけが響いていた。作業を終えて帰ろうと荷物をまとめていると、突然、部室の扉がゆっくりと開いた。誰かが入ってくるのかと思ったが、誰もいない。ただ、冷たい風が部室を吹き抜けていった。その時、ふと部室の壁にかかっている写真が目に入った。それは過去のクラブメンバーの集合写真だ。その中の一枚、俺たちの先輩たちが笑顔で写っているものに、なぜか目がとどまった。しばらくその写真を見ていると、写っているはずのない人物がいることに気がついた。その人物は、表情がなく、他のメンバーとは異なる方向を見ていた。その異様な雰囲気に、ゾッとした。翌日、好奇心からその写真について先生に尋ねてみた。すると、先生は青ざめながらも、その写真の真実を教えてくれた。写真に写っていたその人物は、実は数年前に亡くなったメンバーだった。彼は部活動に情熱を注ぎ、常に部室に最後まで残っていたという。だが、ある夜、部室で突然の事故に遭い、そのまま亡くなってしまったんだとか。その話を聞いた後、俺はあの日、部室の扉が開いた理由と、冷たい風の正体を理解した。そして、なぜ俺が写真の中のその人物に惹かれたのかも。部室はただの部室ではなく、過去に熱心だったメンバーの思いが残る場所だったんだ。それ以来、俺は部室で一人になることを避けるようになった。あの夜の経験は、忘れられない話として、俺の中に残っている。帰ってきた。夜中、雨が降りしきる中、私たちは山間の小さな村へ向かっていた。父
が急に故郷を訪れたいと言い出したのだ。時期も時期だし、仕事も忙しい中、なぜ今なのか聞いても、久しぶりに母さんに会いたくなったんだ、としか言わない。父の母、つまり私の祖母はすでに亡くなっている。墓参りかとも思ったが、父の表情はいつもと違い、何かを強く思い悩んでいるようだった。村に着くと、雨はさらに強くなり、風も吹き荒れ始めた。父は車を降りると、すぐさま祖母の家へと足早に進んでいった。家は古びていて、何年も人が住んでいないことがわかる。父は鍵を取り出し、錆びた扉を開けた。ここで少し休もう、と父は言った。家の中は埃っぽく、空気は静まり返っていた。リビングには古い写真が何枚か飾られており、その中には私が幼い頃の家族写真もあった。何か懐かしさと同時に、不気味さを感じた。父は私たちを連れて、家の裏にある古い納屋へと歩いていった。納屋の扉を開けると、中は意外にも整理されていた。父は奥にある小さな机の前に座り、ここに来ると、母さんの声が聞こえるんだ、と呟いた。その夜、父の様子がおかしくなった。夜中に何度も納屋へ行き、誰かと話しているような声が聞こえてきた。怖くなり、私は布団から出ることができなかった。朝になり、父を探しに納屋に行くと、父は机の前で固まっていた。机の上には古い日記が開かれており、そこには祖母が若い頃に村で起きた不可解な事件について書かれていた。父は日記を読んで以来、ますます奇妙な行動をとるようになった。村の周りを歩き、古い祠に手を合わせたり、夜中には家の周りを何度も歩き回っていた。ある夜、私が寝ていると、耳元で父の声が聞こえた。母さんは帰ってきたんだ、と。しかし、振り返るとそこに父の姿はなく、ただ風が窓を叩く音だけが聞こえた。翌朝、父はどこにもいなかった。村の人に聞いても、誰も父を見ていないという。父が最後に立ち寄ったと言われる祠に行くと、そこには父の形をした石像が一つだけ静かに置かれていた。そして、その足元には、父が持っていたはずの古い日記が開かれたままで、風にめくられるページが静かに音を立てていた。父は一体何を見つけ、何と話していたのか。私にはその答えを知る術がない。ただ、父が見つけた何かが、この村に古くから伝わる秘密や呪いに関連しているのではないかという恐怖だけが心に残る。村を後にした私は、背後に何かがついてくるような感覚をずっと感じながら、父を探し続けている。祠の警告。これは、俺が経験した、忘れ去られた場所からの警告の話だ。まさか、こんなことが本当に起こるなんて、夢にも思わなかった。夏の終わり、俺と数人の友人は、地元の山でキャンプを計画した。その山は、昔から多くの伝説が囁かれている場所で、特に、忘れられた祠の話は、子供の頃から耳にしていた。
祠を荒らす者には必ずたたりが下ると言われている。でも俺たちはそんな迷信を信じていなかった。キャンプ初日、山の深いところに設営を済ませた後、探検気分で周囲を散策していた。すると偶然にもその忘れられた祠を見つけたんだ。古びた石造りで、周囲は草木に覆われ、長い間、誰の手にも触れられていないように見えた。面白いじゃん。ちょっとだけ中を見てみようよ。と友人が言った。俺たちは、その時、ただの好奇心だった。祠の内部は想像以上に狭く、奥には古びた心臓が置かれていた。その場の雰囲気に飲まれ、無言で心臓を眺めていた。帰り際、俺の一人が、記念に何か持ち帰ろうぜ、と言って、祠の中にあった小さな石をポケットにしまった。それが、すべての始まりだった。その夜、俺たちのキャンプサイトに不吉な風が吹き荒れた。枝が折れる音、遠くで聞こえる奇妙な囁き声。不安が増す中、俺たちは何かに見られている感覚に襲われた。これは祠のたたりなのか、という恐怖が頭をよぎった。翌朝、石を持ち帰った友人の様子がおかしくなっていた。彼は自分の背後に何かいると訴え、怯え切っていた。俺たちは、すぐに山を下り、祠に石を返しに行くことにした。しかし、祠に戻った時、そこはどこか異様な雰囲気に包まれていた。石を元の場所に戻し、何度も謝罪した。その夜以来、不可解な出来事は収まったものの、その経験は俺たちの心に深く刻まれた。今もなお、俺はあの日のことを鮮明に覚えている。山の中の静けさ、そして忘れられた祠から漂う不気味な空気。俺たちが犯した過ちと、自然や神聖なものへの敬意を欠いた代償を忘れることはないだろう。たたりは、ただの迷信や伝説ではない。それは、過去からの警告であり、敬意を忘れた者への罰なのかもしれない。そして、俺たちが体験したことは、決して忘れられない教訓となった。